元谷文子は、日本の実業家、アッパホテル社長。歌手としても活動。旧姓、西川。ニックネームは、アッパ社長。尊敬する人物は、ニュースキャスター安藤優子。福井県福井市出身。戦後間もなく、栄養不足の中で本人曰く、のしイカみたいにしんなりして出てきた未熟児として、生まれ間もなく死ぬだろうと思われたが、なんとか生き延びる。一歳の時に、 福井自身で成果が倒壊したが、気絶して倒れたところに落ちてきた、観音開きになった仏壇に守られて助かる。元谷はこれらの出来事から、1歳までに2回死にかけて、すでに一生分の役落としをしてると考えている。お茶の水女子大学に進学すること、学校教員になることを夢見ていたが、父親が鉛中毒で倒れたため、福井県立藤島高等学校卒業後は、 福井信用金庫に就職。北陸に拠点を置く金融機関の労働組合の会合にて小松信用金庫に勤務していた元谷俊夫と知り合い、1970年に結婚。1971年、夫俊夫が起業した新金開発株式会社の取締役を経て、1994年アパホテル株式会社取締役社長に就任した。 実際の物件購入など重要な意思決定は、社長でなく、代表の元谷俊夫が行っていると言われている。講演を行ったり、共演を売る、ふみこ携帯ストラップを作り自社ホテルで販売するなど、自社の広告塔として活動。私が社長ですの、キャッチコピー、派手な帽子とミニスカートレディーススーツの、清掃風の姿、メディアへの大量露出で有名社長となる。 社長業の傍ら、長年の夢であった、大学進学を決意。2001年、法政大学人間環境学部入学。2005年、卒業。法政大学在学中、秘書にノートを取らせることが問題となり、同席しないよう指導を受けた。また、ホテルの優待券を配布することもあった。早稲田大学大学院公共経営研究科に、入学。2006年3月に、 公共経営収支を取得、同年博士課程に進学した。その後、本人は、博士課程を修了したと述べたが、博士論文を提出し、博士号を取得した記録は存在しない。本人は、単位取得大学のことを修了と表現したようで、あるが、在学期間内に博士号を取得しなかった場合、修了とは言えない。東京国際大学客員教授。 ありがとうございます。